当てるぞ。マジ？Ladies and gentlemen, welcome to North Village。競馬場に来てます。ついにメインレースがこれから始まります。メインレースなんでね、バッチリ当てたいと思ってます。当たる気しかしないということで、今回は北里洋平が競馬に挑戦。果たして勝てるのでしょうか。すげえ大きい競馬場、広いな。カジノ、ポーカーとギャンブルには滅法強い北里ですが、競馬は全くの素人です。果たして北里の狙い目は何なのか。私が買ったチケットはこちらになります。2月11日大井競馬場第7レースフェブラリー賞、北里の購入馬券馬単10番5番10万円、馬単10番7番10万円、馬服5番7番4万円、合計24万円。当てるぞ。発売も締め切られ、あとはレースの結果を待つのみ。1番人気の10番を軸に2番人気の5番、3番人気の7番を購入。手堅い馬券ですが、結果はいかに。本日のメインレースだけあって競馬場も大きく盛り上がります。最終のオッズで10番5番は 5.3 倍、10番7番は 5.1 倍、いずれも当たれば50万円を超えます。馬服5番7番は 8.6 倍、こちらは当たれば34万円。結果に期待が高まります。いよいよレースがスタート。集中してレースの行方を見守る北里。ゴール直前、会場がざわつきます。いても立ってもいられない北里、席を離れてゴールを見守ります。果たして北里の馬券は当たるのか。結果はいかに。あれ、これはもしかしてこの表情は。呆然自失の北里、なかなか現実を受け止められないようです。これは何かの間違いではないかと再度結果を見に行く北里。果たして結果はどうだったのでしょうか。2月11日大井競馬場第7レースフェブラリー賞、結果発表。1着10番2着8番北里の購入馬券合計24万円が結果0円。馬単10番8番は23倍、もし買っていれば230万円でした。まさかの結果に言葉が出ない北里。だがしかし、ミスター悪あがき北里はこんなところで諦めない。メインレースでもうやめようと思ったんですが、負けちゃったのでラスト。2月11日大井競馬場第8レース北里の購入馬券、馬単5番2番6万円、単勝2番12万円、合計18万円の馬券を購入。18万円ぶっ込んでみました。これで勝つ。5-2です。ラストレースは5-2が当たります。これで外れれば合計42万円負け。1番人気の5番と2番人気の2番で変わらずガチガチ固めの馬券、単勝を2番人気の2番にしたのは果たして吉と出るのか、それとも。馬単5番2番は最終オッズ 7.4 倍、当たれば負けを取り返せます。固唾を飲んでスタートを待つ北里。果たして待ち受けるのは天国か、それとも地獄なのか。運命の最終レースがスタート。撮影などそっちのけでレースに集中する北里。またもいても立ってもいられない北里、ゴールへと向かいます。果たして結果はどうなのか。最前列レースの結果を見守る北里。席へと戻ってくる北里、その足取りは軽く、何やら表情も明るいような。果たして北里の馬券は当たったのか。12万のが当たった。なんと馬単は外したものの、12万円分購入した単勝2番が的中。12万、何倍か知らんけど。果たして払い戻し金額はいくらなのか。
2月11日大井競馬場第8レース結果発表。1着2番、単勝 3.4 倍、40万8000円払い戻し。やはりこの男持っている。北里洋平の悪あがきはこれからも続く。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控室に忍び込み、挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地方へ、東へヒッチハイクと自転車で放浪の旅に行けたい。落ちこぼれ高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンとの突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく。格好悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。結婚金額独立、自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。活字と漫画が融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.